も、こんばんはで、いつも福差しバンフレチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。福差しです。クリスショーです。このチャンネルは私の地元の山梨県のバンフォーレ高校を応援することをメインテーマとしつつ、クリスさんのようにバンフォーレを応援し始めて2年目、サッカーにあまり馴染みがなかった方にもサッカーが面白いなと思ってもらえるような、チャンネルを目指しておりますのでよろしくお願いします。ということで、今回の動画ですが、マッチプレビューということで J2 第4節バンフォーレ高校対モンテディ山形の試合の、動画をお届けしたいと思います。早速、バンフォーレの近況と、あと今節の概要的な部分を話したいと思うんですが、まず3月、ホーム初戦ということになります。まあ、ニュース的な部分になりますが、天皇杯が、日程が決まって、甲府の初戦、天皇杯初戦が6月の1日の水曜日の夜、ジットリサイクリングスタジアムで開催されるということです。で、対戦相手が5月22日に行われる、滋賀県代表対岡山県代表の勝者の試合になって、まあ、カテゴリー的には確実下のチームになると思うんですけども、去年の天皇杯、何があったかっていうと、福井ユナイテッドっていう、下のリーグの、チームと、同じくジットでやったんですけど、ロスタイムに失点して負けるっていう渋い天皇杯だったので、今回はそういうことがないように、まあ、J1 は昇格っていう目標はあるにもありますけども、天皇杯もしっかり戦えればと思いますので。あともう一回、もう一個、ですが、未合流、パライバ。とビスキが15日に来日するということで、で3日間ホテル待機した後にチームに合流するということで、最短で今月26日の、横浜 FC 戦から出場が可能とのことで、まあ、連携とか、コンディションとかあると思うのでどうか分かんないですけども、一応まあそういう情報が入っておりました。ということで、試合の方に戻りたいと思いますが、まず甲府、前節長崎とのアウェー戦で、今季初勝利、逆転勝利ですね、達成しまして、今節は2連勝と、あと今季のホーム初勝利を目指して戦います。で、黒星ドローで、この点が勝ったので、着実に結果も向上してきていて、で試合内容も、確実に昨年間の継続の部分と、あと今季のマイナスの部分も表現できていると思うので、今節も、いい戦いができるんじゃないかなと思っております。で、対戦相手のモンテディ山形は、開幕戦からアウェー4連戦を戦っておりまして、今節が、4節なので、4戦目になります。山形自体、昨季は7位でフィニッシュしていて、今季は勝利争いに入ってくるかなっていう印象ではあるのですが、開幕3戦、チームの成績と、あと順位がこちらの場所見てみてください。まあ、共にですね、両チーム黒星スタートにはなっているんですけども、3節終わったところでは1勝1分けいっぱいということは一緒。で、まあ、得失点差の関係で、山形が9、甲府が11ってことになっていますが、で、ここでしっかり、ね、山形と同じ成績同士の戦いなので、しっかり勝って、まずは、ここは1桁順位に食い込めるしたいところではあります。はい、続きまして、対戦相手山形の分析の方に入っていきたいと思います。昨季ですね、まだないということだったんですけども、20勝8分け14敗、開幕9試合ですね、その時は石丸さんという方が監督だったんですけども、1勝4分け4敗という泥沼のスタートが始まりまして、22チーム中20位まで下位に沈んだところで、石丸さんが解任されて、その時のトップチームコーチだった、佐藤さんという方が代行で4試合だけやった後、オーストラリアの17歳以下代表監督とか、横浜 F マイナスのコーチとか、清水エスパーズの監督とかをやった、今監督がやってるクラムフスキー監督という方が、14節から監督になりました。で、スーツそこからチームは、状況が大きく好転しまして、7連勝を含む12戦無敗という記録を達成して、下位に沈んだチームは一気に5位まで上げたと。ただ、終盤戦は敵チームがこう、対策できたこともあって、失速もしてしまって、みんな着地屋だったんですけども、まあ、チームはこう、V 字回復させた功績とかを認められて、クラムスキー監督は、今季も、チームを指揮するということになっています。で、そんな山形の今季の特徴は、なんといってもやっぱり攻撃的サッカーっていう点だと思いまして、昨季のリーグ戦のデータで言うと、チームのドリブル数ランキング、J2 で4位、あとクロス数が J2 で2位。ということで、あらゆる攻撃手段を駆使して、こう、攻撃をしてくるチーム。ただ、昨季14ゴールを挙げたビニシウス・アラウージョ選手と、あと6ゴール8アシストの攻撃の中心選手だった中原選手がチームを退団したので、ちょっと若干戦力ダウンがしたのかなっていう印象ではあるんですけども、愛媛で10ゴール挙げた藤本選手とか、あとは松本にいた時に甲府でハットトリックをしてきた鈴木邦友選手とかを、まあ、加入させて、戦力ダウンは防いでいるかなっていうところではあります。で、何よりですね、今季から山形のトップチームのコーチに就任している渡辺進さんっていう方がいるんですけども、その人が大きいかなって思って、ちなみにその渡辺さんは現役時代、甲府でプレーしていたこともあるんですけども、渡辺さん自身は6年間 J1 にいた、ベガルタ、仙台を J1 残留を6年間で、
導き続けたりとか、あと榊は途中までは J2 のレノファ山口の監督を務めていて、もう J リーグの戦い方を知っている方で、なんそんな方が榊こう中盤終盤戦か失速したこう山形のいうチームを支える大きな存在として、まあ言わないのクラモフスキー監督の副官としてもう右上として今回戦いに挑んでくるという盤石の体制で、まあ選手に関してですが、2トップの一角に入る山田浩太選手という選手がこう要注意かなというところで、それは前のスカレンタで加入していて8ゴール6アシストで、2トップの一角なんですけども、こうピッチャーは割と縦横無尽に動いて攻撃の組み立てもするし、チャンスメイクもするし、ゴールも決める、そして守備も献身的にこなす何でも皆さんがいらっしゃるので、それが山形やっぱり注目の中心選手ではあります。この選手を抑えることはまず先決かなというところではありますね。で、今季しかもマリノスから完全移籍してきて、うん、エースナンバー10番を背負うと、もう責任感も溢れる選手なので、やはりこの選手を抑えたいと。続きまして、甲府と山形の直接対決ですね、対戦成績を見ていきたいと思います。で、直接対決に関しては甲府が14勝、山形が20勝、ドドーが11試合って形で、直近5試合の対戦成績がこちらになっております。まあ、さっきは1勝1分けということで、負けてはないんですけども、山形ホームの前半くらいの対戦では先制され、ただ、リラがその日第2日初ゴールを決めていました。で、あと、泉さんの逆転ゴールで、2-1 にするんですけども、終盤ロスタイムにコーナーキックから失点して届け着。で、甲府ホームの前半、甲府ホームの後半くらいの戦いではですね、宮崎純馬のゴールで先制すると、前回のスーパーロングシュート炸裂で仕留めた試合でした。なんかチアゴアルベスのせいで記憶から消された前回のスーパーゴールな気もしますが、まあそんな感じで、まあ去年自体は負けてはないっていう結果が残ってて、まあ印象はよく認めたいところではあります。ただ終了間際のゴールが多いので、過去の戦い見てみても90分通してこう集中力持って高く持って戦うことが必要かなという印象です。ということで、いつも通り山形銀河のポイントを3つ挙げてみたいと思います。まず1つ目、こちら。ハイプレス。まあ、前日長崎戦の、特に後半で見せた、こう、チームとしてのハイプレスサッカーが、こう、設置でも、こう、機能するかっていうのがポイントかなと思います。山形自体は、こう、やっぱり攻撃的なチームなので、サイドバックとかの選手が、こう、多く攻撃の選手が絡んでくるので、相手がボールを持つ時間が長くなると、こう、多くの選手がもう上がってきて、左右サイドとか、中央突破とか、あらゆる手段で攻め込んできてしまうので、まずは相手は攻撃を組み立てる前に潰すくらいの勢いで、プレスをかけられるかが重要かなと。二つ目、縦に速い攻撃ということで、山形がこう、昨季の終盤失速した要因として、対戦相手チームがこう、対策を講じてきたんですけども、特にカウンターとかで失点する姿が、シーンが多かったんですね。なので、まあ、攻撃に人数をかけてきた山形からボールを奪って、相手の選手が守備に戻る前に鋭く攻撃を仕掛けていく。ということで、チャンスメイクができるんじゃないかということになります。で、特に今季の甲府のサッカーっていうのは、まあ、何度も言ってるように、先の戦い方を継続、まあ、ベースとして、吉田監督のもと、今度上乗せの部分で縦に速い攻撃っていうのを掲げているので、この試合が一つ、ここまでこの吉田監督が、チームに新たなものを植え付けられたかっていうところが、はっきり分かるのかなっていう試合になってくるのかなということなので、そこの部分にも注目かと思います。三つ目、これは、まあ、強気ですが、打ち合い上等。甲府はね、J1 にいた時は、結構こう、守備的なチームではあったんですけども、今は結構かなりボールポゼッションするチームになってきて、攻撃的に戦うチームに変貌してきているというところで、そんなチームのベースを作ったのが、2017年から2018年の途中まで、甲府を率いた、第一次吉田監督の時の功績なんですね。で、山形の攻撃的なチームで、まあ、取られても取り返せばいいくらいの勢いで来るチームではあると思います。まあ、ネガティブな要素として、甲府はここまで3試合にクリーンシートがない。失点をしてしまっている。ということで、まあ、だったら、変にこう、守備の意識を持つよりも、相手の土俵で戦ってやろうというくらいの勢いで行ってもいいのかなと思いました。まあ、クリーンシートできればね、無失点を抑えられれば、それに越したことは、ないんですけども、変にこう守備に意識を置いてしまって攻撃に勢いがなくなるくらいであるならば、こっちも取られたら取り返せばいいぐらいの勢いで攻撃を仕掛けた方が、90分終わった時に1点差以上相手にスコアつけていれば別に勝ちなので、そういう戦い方も一つこの段階ではありなのかなと思います。なので打ち合い上等かかってこいっていう感じでいいんじゃないかと思います。ここまで聞いていただいて、グレイさん、はい、スコア予想のコーナーです。はい、前回やってますからね。今回は2対1で甲府の勝利。はい。まあね、打ち合い上等っていうのは僕も確かに賛成というか、なんかそんなようなイメージになるとは思うんですけれども、まあ今回まあちょっと攻撃
まあ新しく、まあディラとか、まあね、今もう定着してますけれども、まあそこら辺がこうガンガン攻めていくっていうところで、まあ結構攻撃面では結構安心の部分であると思うので、2点取って、まあ打たれても勝つと、前回とね、同じように勝ち方するんじゃないかなと予想します。うん、はい、ということで、本日も当てられるか、はい、期待ですね。期待です。はい、ということで、動画まとめていきたいと思います。まずまあホーム2戦目ですね。アレー長崎を逆転に下したい勢い、そのままに2連勝を果たしたいところであります。多くの選手がね、やっぱチームに絡めてきているようになったので、まあ外国人も購入できそうなので、確実に流れが来ている状況ではあると思いますので、この流れを消さずに、そして終了間際に追いつかれた前回のホーム戦の大分戦の嫌な雰囲気を払拭する試合になればなと思います。2連勝と今季ホーム初勝利目指してみんなで攻撃していきましょう。2022年 J2 第4節バンフェ甲府対モンテリア山形戦が、甲府のホームジットリサイクリングスタジアムにて3月12日14時キックオフです。はい、ということで、いつもこの動画をご覧いただいている方、あとチャンネル登録、コメント、グッドボタンしてくれた方、ありがとうございます。引き続き、このチャンネルで応援していただければと思います。まほりもと一緒に、このチャンネルでも応援していただければと思います。よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。